はい、どうも、うずです。今回はですね、任天堂スイッチ関連の話をしようと思っていたんですけれども、まあするんですけれども、その前にですね、まあ栃木に来て、2つね、ちょっとアマゾンで注文したものがあって、それをさらっとね、紹介して、本来のスイッチの話に移ろうと思うんですけれども、まあ1つはこちら、iPad につけるフィルムが、私2年ほどね、ずっと同じものを使ってたんですけれども、つい先日、ソファーの横に iPad を立てて置いてしまってたんですよ。そしたら私がちょっとなんかの厚みでぶつかって、バタンって床に倒れて、まあわかるかな、ここね、線がね、こうピーって入っちゃって、まあ要は割れちゃったんですよ、フィルムがね。で、結構ね、イラスト描いたりするのに引っかかっちゃって、Apple Pencilが。なんで、これじゃちょっと描きにくいなっていうことで、はい、Amazon でよく売れてる 12.9 インチのですね、iPad 用のお絵描き用のフィルムを購入しました。それともう一個。このちっちゃな箱なんですけれども、私こちらガーミンの時計を常にしてるんですが、ガーミンの時計って充電端子が特殊なんですよ。なので、専用の充電ケーブルがないと充電ができないんですけど、ケーブルを佐渡島に置いてきちゃって。まあ、だったので、急遽。こちらもですね、アダプターなんですけれども、タイプ C とライトニング、それぞれのバージョンがあるんですが、今回私はもうタイプ C の方にしました。ライトニングこの後使わなくなってくると思うので。はい、すごくシンプルなんですけど、これがね、そのガーミン用のアダプターになってまして、まあ、充電端子ですね。なので、これにこのタイプ C のケーブルをね、くっつけてあげれば、はい、そうするとこちらでガーミンの時計をそのまま充電できるという形になります。やっとこれで充電ができる。もう島を出てきた時点で、残りが 12% だったんですよ、バッテリーが。だったんでまずいなと思って、船の中でね、アマゾンでポポってやって、取り寄せをしておきました。はい、これを使って充電しておきますという話から、ちょっと長くなっちゃったな。任天堂スイッチの話に行きたいと思います。まあ、任天堂スイッチ新型が出る出るね、噂は出ていて、まあ、やっぱりなかなかね、その、本当に出るのかっていう状態なんですけれども、まあ、そうは言っても、任天堂スイッチが出てからもう7年経過してるわけなので、そうすると、まあ、スマートフォンなんかそうですよね。最近スマホの進化もようやく止まりましたけれども、この7年っていう期間で見れば、結構ハード的な進化、チップの進化あったと思うんですよ。まあ、なので、スイッチも今も売れ続けてるし、別に性能上げなくても楽しめるゲームはたくさんある。なんですが、やっぱ性能上がってほしいよね。で、私個人的にはやっぱりプレイステーション5とかパソコンのゲームもよくやるので、まあそういったゲームをそのままできるわけはないんですが、まあやはり今だとこういったSteam Deckとか Asus のエイライとか、そういったハードだと、まあ画質設定をある程度落とした状態で快適に遊べるということができますので、まあ任天堂スイッチも本体のね性能が上がれば、もっと移植作品ってのも増えるかなっていうところもありますので、はい、やっぱスイッチのその新型に期待するところがあります。そこで今回話題になっている話っていうのが、なんかね、新型のスイッチは DLSS やレイトレに対応するんじゃないかっていう噂が出ていて、まあこれはね、ちょっとデモをただ見させられたっていう方の証言みたいなものなので、まあ実際それで本当にゲームができるのかどうかっていうよりは、デモ版を見せられたっていう話みたいなんですけれども、なんかね、ドイツケルンで開催されたゲームイベントの時に、関係者の方が、なんかアンリアルエンジン5で作られたマトリックスの映像、そのスイッチの後継機なのかな、デモ機の方で見せられたというのがあって、で、その時に見せられたマトリックスのデモっていうのが、プレイステーション5や Xbox シリーズ XS 用に作られたデモだったらしくて、まあ、それをスイッチの、まあ、スイッチ2ってここでは表現されてたんですけどね。で、見せられたっていうことは、まあ、スイッチの後継機がそのあたりに対応してくるんじゃないかっていう、っていう話が出てたわけです。まあ、だからなんか、いろんなね、噂サイトで、任天堂スイッチの新型は PS4 並み、PS5 並みみたいなことを書かれることがあると思うんですけど、これはちょっと違うとは思いますね。さっきも言ったように、あくまでデモ映像をその、プロトタイプ版で見せられただけだと思いますので、まあ、その技術を使ってゲームをそのまま快適にプレイできるっていうのはまたちょっと違った話だと思います。で、あとは新型のスイッチにはカメラ機能も搭載されるっていうこともね、出ていたんですが、まあ、ここは現実味ありそうですね。やっぱり任天堂っていうといろんな遊びの幅を提供してくれるメーカーなので、3DS の時のようにね、カメラを使っていろんな面白いゲームの体験っていうのをできるようになればまた、スイッチが逆にね、カメラ機能がなかったのが不思議なぐらいですからね。で、あとは、後方互換。今までスイッチで出ていたタイトルも、いくつか、
遊べるっていうのを試せたという方の証言があったので、まあ、このあたりはしっかりとスイッチで、ね、たくさんゲームソフトとして買ってる方とか、まあ、ダウンロード版だったら問題ないんでしょうけど、はい、遊べるんであれば嬉しいですよね。まあただね、スイッチの新型に関しては性能もすごく気になりますけど、それに合わせて価格がどうなるのか、ここが一番大きな興味のところになるんかな。いくらね、こうすごい性能になったとしても、もう価格が5万とかね、6万いっちゃったら、ちょっとスイッチとはちょっと違うんじゃないかなってなっちゃうしね、気持ち的にね。この辺が任天堂さん難しいとこだよね。はい、ということで皆様も任天堂スイッチ新しい機種、まあまあ出るのはほぼ間違いないと思うんですよ。7年8年経ったらハードの方は。なので、どういったような形で期待するのか、あとは今出てる噂情報に関してもコメントなどがありましたら、よろしくお願いいたします。はい、普段からゲーム、カメラ、ガジェット関係の話をよくする YouTube チャンネルですので、興味、趣味が合う方は高評価、チャンネル登録お願いいたします。ではまた別の動画で、バイバイ。そう、今回ね、この iPad 用のそのフィルムを買ったって言ったじゃないですか、Amazon で。で、あんまり値段覚えてなかったんですけど、ここ2年間経ってると、こういったフィルムも物価高で価格上がってたのかな。あんまりそれ気にしないでポチったんですけど。まあきっと上がってるよね、こういったものもね。まあ、いろいろこう消耗品とかね、大切に使わないといけないね。気軽にポン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 ね、使ってて壊れました、なくしましたって私よくやっちゃいますけど。いやー、厳しいね。